船木正勝です。今回も質問フォームになります。船木さん、こんにちは。私が特に個性的な選手として印象に残っているのが高橋芳樹選手です。アマレス出身ながらボクシング技術メインというのがユニークに映りました。高橋選手の印象やエピソードなどがあればぜひお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします、という質問ですね。高橋芳樹選手、1969年3月13日、なんと自分とですね、同じ日に生まれてます。そして、なんとですね、血液型も O 型で同じですね。同じ日に生まれた同じ血液型の選手です。1991年3月に藤原組に入門ですね。ので、お互いその22歳の時に初めて会いました。ちょうどその頃はですね、自分は UW、解散して藤原組に入ってですね。そして、高橋選手は日本大学を卒業後、藤原組に入門ということで。鈴木実とですね、高校時代にそのレスリングの大会でこう知り合ったと。高橋選手が1位優勝して鈴木選手が2位だったと。そんな感じで、お互いプロレスラーを目指したということで、仲良くなったのだと思います。一足先に、高校卒業後、鈴木実が新日本プロレスに入門、そして UWF ですね、に行きました。で、高橋選手も UWF にですね、来ようとしていたらしいです。大学を卒業した後ですね。なんですけども、UWF が解散してしまって、その行く場所がですね、なくなってしまったと。で、それでもプロレスラーになりたいので、大学の、日大の先輩、八代芳明さんですね、と相談したんですかね、SWS に来ないかと誘いを受けて、ほぼ気持ちが固まっていたようなんですけども、その時にですね、その鈴木実に電話をして、SWS 安さんのところに行くことになったよっていう話をしたら、鈴木実からですね、そっちに行ったら一生俺には勝てないよと、その一言で、藤原組に来たということになっています。やっぱりずっと高橋選手の方が勝っていましたので、負けたくなかったんでしょうね。高橋芳樹選手、本名は高橋和夫選手です。藤原組ですね、ちょうど旗揚げの前だったと思うんですけども、鈴木実の紹介で、レスリングのチャンピオンということでですね、スーツを着て、藤原組の道場に現れました。なんかすごいこう佇まいですね。気迫というかですね、睨まれるような感じでこう、挨拶をされた。もう体ももう出来上がってですね、レスリングのチャンピオンで大学卒業だから、もう本当に強いんだろうなと思いながら、すごい、またいいスパーリングパートナーが来たなと、そんな気持ちでいましたね。なんですけども、なぜこの時ですね、高橋選手がそういう、気持ちでいたかという、同じ年だったので、鈴木実やその自分ですね、同じ学年なので、後輩扱いされたくなかったようです。戦ってもしも、自分たちが負けたら、呼び捨てで、敬語も使わないよと、そういうふうに言っていたらしいです。やっぱり、同い年の先輩は嫌なんでしょうね。そんな感じかなと。プロレスのその、独特のその、しきたりなんですけども、その敬語、さん付けと敬語、同じ年でも入門が先の人にはさん付け敬語ということにちょっとこう、疑問を持っていたのだと思います。すごい、こう、怒った、怒った感じでですね、その自分たちにその、スーツを着て挨拶に来たというのを覚えています。そして、その高橋選手の練習の初日ですね、ちょうど自分はですね、渋滞で、その頃は目黒に住んでましたので、目黒から足立区まで高速で渋滞でですね、1時間ぐらいですかね、遅れて行きました。そしたら、高橋選手、もうその日初日の練習でですね、なんかその前の、その、気迫に満ちた感じではない、もう本当にこう、リラックスした感じで、お疲れ様です。今日から練習してます。という感じでこう、
起きたんですね。まあ、汗だくになって。あれどうしたんだろう。前みたいにそのギラギラ、その怒りの感じではなくなっていたので、ちょっとこう、どうしたんだろうなと思って、まあそのまま自分も一緒に練習して、まあスパリングなんかもしたんですけども、まあ自分が来る前にですね、一足先に来ていた鈴木入野がですね、あの関節技をですね、もうバンバンかけて、それでこう、まあギブアップをたくさん取って、まあ、うん、まあ鈴木曰く、ちゃんとやってきましたと、そんな感じで、あの、まあ、上下関係を、その、つけさせたんでしょうね。その、負けたら、さん付けもしないし、敬語も使わないっていうところを、その鈴木が、先にですね、やっておいたと。ということで、まあ、そこから、まあ、高橋選手はずっと自分たちにも、敬語で、まあ、さん付けで、その、担いましたね。そして、その高橋選手のデビュー戦ですね、3月入門で5月の16日に、試合なので、もう本当にあの藤原組多分第2戦目ぐらいだと思いますね。後楽園ホールです。相手は、学生時代ですね、ずっと勝っていた鈴木みのる戦ですね。まあ、残念ながら3分22秒逆十字固めで敗れています。まあ、なかなかその、プロになってですね、何年ですか。4年のキャリアですかね。3年のキャリアがあるんでしょうか。なかなかその鈴木、それまで鈴木みのるよりも上だったんですけども、プロになってからは、ちょっとこう下になってしまったと。ただ、7年後ですね、1998年9月の14日、これパンクラスです。パンクラスの日本武道館大会で、8分6秒、勝打ですね、TKO で勝利を収めています。まあ、ここでその7年ですね、かけて、ようやくその鈴木をまた超えたということですね。まあ、自分との初対決。91年10月17日、藤原組の後楽園ホール大会ですね。デビューし、高橋選手デビューして5ヶ月目でした。まあ、当時ですね、そのデビューして5ヶ月ですね。なんとなくですけども、その、もやもやして、まあ、当時戦い方、プロレスというものをその戦い方に、まあ、疑問を持っていてですね、それで、こう、このまま続けていいんだろうか、もしくはもうやめちゃおうかと、そういうふうにちょっと悩んでいたみたいです。ので、まあ、ここはですね、その、まあ、自分も高橋選手のそういう気質というか、がすごくよく分かっていましたので、本当に、まあ、技を受けない試合、先に、やられたら、その選手がその負けると、まあ、いわゆるその試合ですね、本当の試合としてのその技を受けない、まあ、パンクラスの原型なんですけども、まあ、そんな試合してみようかと。取れんだったら取っていいよ。まあ、そんな感じでですね、その、高橋選手と言って、それでその初めて試合したんですけど、まあ、この時は6分28秒、アキレス腱固めで、自分は勝ちました。まあ、そんな感じなんですけども、まあ、高橋選手ですね、まあ、そんな仕上げできてすごく喜んでいった様子でした。そして、石川闘技戦もやっています。91年12月22日、後楽園ホール、これは全日本キックですね、の会場で、2ラウンド戦ってますね。1992年、次の翌年10月4日、東京ドーム大会、藤原組の東京ドーム大会では、また、ムエタイの選手と石川闘技戦ですね、これ1ラウンドですね。両方とも腕関節を決めてギブアップ勝ちを収めています。まあ、この辺の試合の方がですね、まあ、石川闘技戦の方がやっぱり高橋選手すごく合ってたかなと、本領を発揮できた、いたように感じました。そしてその後ですね、92年の12月5日を最後に藤原組が解散してしまい、で、パンクラスになるわけです。で、まあ、高橋選手も自分たちと一緒にですね、その、パンクラスに来るんですけども、当初、93年の3月までですね、3、4ヶ月間ぐらいですかね、練習場所がなくて、で、まあ、各個人でその練習をしていたんですけども、高橋選手だけ、東京に近い千葉ですね、出身ということで、とりあえずは、
実家でですね、パンクラスの動きが始まるまで待機をしてくれと。そういうことで、その高橋選手だけ一人ですね、ずっとその千葉にいて、で3月に久しぶりに会ってですね、あのみんなで一緒に練習したんですけども、まあ、この間ですね、そのやっぱりその生活費を稼ぐために知り合いのお店で働いていたりとかですね、していたみたいです。まあ、その時にその後にその健吾選手ですね、その場所そこでなんか紹介されて知り合ったという話もありました。そしてその93年3月ですね、みんなで、全日本女子プロレスの道場でですね、久しぶりに合同練習をしました。でみんなでそのスパーリングをしたんですけども、最後にですね、高橋選手だけその涙をですね、流してすごく嬉しかったみたいですね。なんかそのこのままあの連絡が来なかったらどうしようと、そういうなんかその寂しさもあったみたいです。一人実家でそのずっと待っていたので、あのまあ仕方がないかなと思いますね。そしてその高橋選手ですね、まあその時に自分がちょうどその体を絞ってですね、パンクラス用の体をこう作っていた時に、その体を見て、自分もその体になりたいです。で肉体改造を初めて志願した選手も高橋選手です。まあ、それがきっかけで、みんなですね、肉体改造をして、そのパンクラスの旗揚げにですね、行くことになるんですけども。パンクラスのその、スタイルですね、まあ、新しい、まあ、格闘技としてのそのプロレスのスタイルに、その一番やる気をですね、出した選手だったと思います。やっぱりその実力で、一番になるという気持ちですね。その学生時代にずっと勝っていたのに、プロレスに入ってその負けるようになったその鈴木選手や、まあ、同じ年のですね、その、まあ、自分に追いついて、で、また追い越そうと。実力で勝てば追い越せる。そういう気持ちだったんでしょうね。まあ、この時期からですね、打撃に力を入れて、まあ、新しいスタイルを確立しています。そして、1993年9月の21日ですね、パンクラス旗揚げ戦、東京ベイ NK ホールですね。高橋選手はジョージ・ワイングロフ選手というそのプロレスラーと試合をして、1分23秒 KO 勝ちを収めました。まあ、この時も、ちょうど自分の前の試合ですね、であまりにもその前の試合3試合が早く終わってしまうので、一旦その3試合目終わって、休憩を取って15分ぐらい取ったんですかね。そしてその後に休憩明けの1試合目がこの高橋選手の試合なんですが、それも1分23秒で終わってしまったので、ものすごく自分はまあ、こんな早いのか焦った記憶がありました。まあそんなこともあって、まあ自分は旗揚げ戦、シャムロック選手に負けてしまったんですけども、まあその自分が負けたシャムロック選手に、次の、名古屋大会ですね、10月14日名古屋大会で高橋選手を、初めてですね、メインシャムロック選手の相手としてぶつけました。でその時はですね、なんかやっぱり、高橋選手が主役に見えましたね。やっぱりその今までは自分とか鈴木みのるとかですね、そういうそれまでの名前のある選手ですね、それまでに名前を作っていた選手がその名誉を取るって、そういう風潮だったんですけども、この日はですね、そのシャムロック、自分、船木正勝に勝ったシャムロックに、その挑戦する、新しいその選手ですね、高橋良樹ということで、すごく新鮮にですね、移りました。まあ、新しい選手でもメインにですね、上がれるんだなっていうふうに、その時はすごく思いました。残念ながら12分23秒ヒールホールドで負けてしまったんですけども、かなり善戦してですね、シャムロックという、その、まあ、パンクラスで初めてそのトップでメインで勝ったその選手がですね、誰がそう倒すかって、そういう流れをですね、になった、なんかそんな試合でしたね。ギリギリまで追い詰めたという感じです。
そしてですね、まあ、自分と高橋選手のパンクラスでの初対戦は、その年の12月の8日、博多スターレン大会ですね、ここで行われています。結果は3分9秒の TKO 負け、高橋選手の TKO 負け、膝切れなんですけども、この日もですね、ちょっと、まあ、ありました。この1ヶ月前ですね、11月の8日、パンクラスの神戸大会で、自分はキース・ベーゼムスという選手とキックのですね、試合をして、で、グラウンドで、その、膝蹴りを受けた時に、暴れ骨をですね、まあ、ひびを入ってますね、ひびが入って。そして、11月の27日、全日本キックボクシングのリングで、モリス・スミス選手とですね、試合をしています。この間3週間ですか。まあ、ギリギリくっついたかくっついてないかという感じだったと思うんですけども、痛みがですね、取れてませんでして、麻酔を打って試合をしました。そして、まあ、この試合の後ですね、10日後の12月の8日、博多大会、高橋戦になるわけなんですけども、高橋選手はですね、ずっと自分と同じ場所で練習をしているので、自分がそのあばらを、痛めているということも知ってますし、で、練習で、誰かの蹴りをですね、軽く食らって、ちょっとうずくまるほど痛いっていうのを見てるんですね。なので、まあ、もしかしたらというか、ここ船木正勝を倒す、チャンスだなというふうに思ったと思います。ただ、すごく、迷って悩んでもいたらしいですね。この博多大会の当日ですね、練習、試合前の練習終わった後に、なぜか、福選手のところに、先輩の福選手のところに来て、今日船木さんの暴れ内がいますと。泣きながらですね、その船木さんの暴れ内がいます。勝負なんで、すごく悪いんですけども、暴れ内がいます。というふうに、その、言ってきたそうです。まあ、こんなことは勝負なんで、その人に言わなくてもいいと思うんですけども、なぜか、高橋選手はですね、その日、福選手、先輩の福選手にそれを泣きながらですね、その宣言したと。そして、まあ、福選手はですね、これは高橋には悪いんですけども、船木さんに伝えておきますと。高橋が泣きながら、船木さんのあばらを狙うと言ってましたと。まあ、それを聞いてですね、正直自分は、吹っ切れました。やっぱりその、ずっと、高橋選手とも、藤井組からパンクラスになって、まあ、いろんな思い出があってですね、すごく、まあ、仲間、すごい仲間になっていましたので、やっぱりその日本人対決ってすごくやりにくいなってこうずっと思ってたんですけども、まあ、そういうふうに言ってくれたおかげでですね、スイッチ入りました。あ、これは、倒しに来るんだなと。だったら、そう、こっちも、その、非常になって、やるしかないっていうふうに、こう、スイッチ入ってですね、それで、こう、試合に入ったんですけど、まあ、2回目から入って、もうこっちもそういうのを、福井選手から聞いてますので、あばら狙ってくるんだなと思ってですね、こうずっと2回目返して、まあ、試合もですね、すごく、まあ、バシバシ、来ましたね。あ、なるほど。本当に倒しに来るな、倒しに来たなと。で、なぜかというか、その自分がその福井選手から聞いてましたので、あばらを刺してですね、ここ狙ってこいというふうにそのジェスチャーをしたんです。そしたら高橋選手がちょっと焦った感じで、それまでももしかしたら躊躇してたかもしれないですけど、あばらに対しての攻撃はなかったので、やっぱり、その、まあ、泣いてですね、福井選手にそういうことを言うぐらいなんで、やっぱりその、痛めてるところを狙うのは卑怯だなと、卑怯なことはしたくないっていう気持ちの方が強かったのかもしれないです。なんですけども、自分の方からそういうふうにこう、指を刺した瞬間からですね、パッとこう、だったら言ってやるよっていう感じですね、バシバシッとまたそう始まって、まあ、そこで、まあ、グラウンドに、やっぱり自分もすごいなと思ったらグラウンドにこうもつれ込んだんですけども、そのグラウンドも結構ですね、練習では感じられないぐらいのその力強さで、抑え込んで、ただすごい力だったと思いますので、そのグラウンドでですね、かなり
その力を使っていたような気もしますので、次に立った時はですね、ちょっとその勢いが薄れてました。で、まあそこで、まあ自分はちょっと落ち着いてました。まあそのグラウンドの時すごく落ち着きましたので、もう本当に次から打撃でですね、やっていこうと。で、ここ狙ってくるのも仕方ないと。まあ狙って蹴られました。だけど腕でガードして、で、うまくですね、ストレートが入ったんですかね。まあそこでちょっとこう、高橋選手が止まったので、そのまま膝切りを連打して。で、勢い余ってダウンした高橋選手の顔にもですね、膝蹴りを落としてしまいましたので、まあ厳密に言えば自分の反則負けかもしれないですね。なんですけども、まあその日はですね、まあ自分が3分9秒、TKO 勝ちということになっています。初めてですね、後輩がですね、その倒しに来たと、そんな感じ受けました。やっぱりその、藤原組の時に2回やってますけども、その2回とは全く違う感じですね。その、本当に倒しに来たなっていう気持ち感じました。あと、高橋選手ですね。その次の年、94年1月30日、第3回、空手の東亜杯にも出場しています。やっぱり、いろんなものにですね、その、まあ、勝負、とにかく勝負にこだわり、その挑戦するというそんな感じで、あとはその、まあ、自分とか鈴木みのるができないようなことをですね、そのやると、まあ、アマチュアの選手も結構出てたんですけども、その中に混じってですね、その、トーナメント、空手のトーナメント、レスリング出身なんですけども、その打撃を克服するという意味でも、まあ、この空手のトーナメントですね、まあ、出るというふうにも思ったのかもしれません。相手はですね、村上隆二選手ですね。その前年ですかね、柳沢隆史選手と戦って、第1回ですかね。んで、まあ、柳沢隆史選手が敗れてますので、まあ、その、仇討ち的感覚もあったと思います。ラッシュをかけたんですけども、村上選手のガードがですね、硬くて、その、前進しながらガードしてくるんで、やっぱりその高橋選手のパンチがですね、の威力が消されてですね、だんだんちょっとこう高橋選手が、スタミナがですね、ちょっとこうなくなってきたところにワンツーからの左フック、ちょうどその返しで左フックが入ってダウンですね。その後、まあラッシュでスタンディングダウンを取られて KO 負けになりました。なんですけども、他のですね、試合とは一風違う、なんかその、まあ異種格闘技戦的なですね、その迫力のある試合でした。まあ、とにかく勝負ですね。プロレスラーになりたい。で、プロレスラーになったんですけども、プロレスというよりもは、格闘技よりですね、だったなと思います。まあ、この頃から。そして、1997年ですね、UFC に挑戦になります。これはですね、1996年の確か忘年会です。パンクラス忘年会で、自分来年、UFC 挑戦しますけども、船木さんとちょっとスパリング やりたいですと。で、スパリングやって、船木さん柔術を研究してると思うんですけども、自分はタックルを切ってボクシングで殴り倒すスタイルで柔術をに勝つと。ので、船木さんスパリングしてください。で、1月からですね、年明け、1月からバリトゥード、まあ、フェイスガードつけて、オープンフィンガーつけて、で、バリトゥートの練習をしたんですけども。やっぱりそれでも、やっぱりその、スパニングをしてると、まあ、もつれ合ってですね、その、術の形になって、で、まあ、自分が上になることもありで、それで、そこからマウントパンチですね、やったりとかして、まあ、結構、その、ハードな練習だったんですけども、2月の7日ですね、UFC 12、12です。相手はバリッチ・イズマイウ。選手ですね、戦ったんですけども15分、判定3対0のストレート勝ちを収めました。完封ですね。まあ、KO 勝ちはできなかったんですけども、もうほぼ完封で、
余裕だったというふうに言ってましたね。まあ、今思えばですね、一足先に総合格闘技にパンクラスから、総合格闘技に足を踏み入れた、初めてのですね、日本人選手だったと。シャムロック選手に次ぐですね。あとはそのボクシングと、レスリング出身でボクシングを使った、ボクシングとレスリングを組み合わせた、まあ、今のですね、今、現在のその、MMA、の戦いをですね、いち早くその、作った選手でもあります。そして、高橋義樹選手といえば、前田さんとの因縁もありました。ちょうどですね、UFC から帰ってきて、なんかその、まあ、なんとなくなんですけども、UFC 以上のですね、その刺激を求めていたように感じました。やっぱりその、まあ、UFC に行くときに、その家のですね、部屋を掃除して、まあ、死んでもいいと、もう普通に生きて戻って帰れないかもしれないという覚悟で、その、外国にですね、UFC に行ったと。そのぐらいの気持ちで行った高橋選手なんですけども、まあ、結果、死なないで帰ってきた。で、勝利をしてですね。ので、その、死ぬかもしれない。もしくはその、死ぬつもりでですね、行ったのに、なんとなく、その、生きて帰ってきてしまったなって、そういう気持ちがあったのかなと。まあ、パンクラスの通常の試合ではですね、あんまりその、満ちていないような、そんな印象を受けました。で、まあそんな時ですね、ちょうどそのリングスの揉め事が起きましたね。欠場中の鈴木みのるがですね、怪我で欠場中の鈴木みのるが、そのリングスの悪口をですね、テレビ関係者に言ったと。で、そのテレビ関係者が、前田さんの耳にその、それを入れた。そしてそれに怒った前田さんが、格闘技雑誌、プロレス雑誌の紙面で、パンクラスを潰すという発言をした。まあ、その発言に起こった高橋選手が、97年9月のリング上で試合後ですね、俺がそんなことを許せないと、俺が前田を殺すとリング上で発言してしまったんですね。大変なことになってしまったなというふうに思いました。で、まあ、それはそれで、怒る前田さんもわかりますし、で、それに対する高橋選手の気持ちもわかります。で、1ヶ月後ですね、なんと1ヶ月後の10月の11日、プライド1の会場にですね、前田さんが来ると、そういう話が、聞こえてきて、で、その日ちょうど、高橋選手も、まあ、誰かの試合ですね、関係してる人の試合で、プライド1にですね、見に行くということで、もしかしたら2人が会ってしまう可能性があるということで、で、もしも会ったら、会ってその、口論になったら、自分は前田さんやりますからね、と、高橋選手が、自分に言ってきました。ただ、喧嘩をですね、するために、その、喧嘩というかもう果たし合いですよね。果たし合いをするためにそこに行くというわけにはいかないと自分は思いましたので、とにかく なるのは仕方ない。だけど、絶対に自分から手は出さないでほしいというふうにこうお願いしました。で、わかりました。自分から絶対手出しませんので。ただ、向こうから何かあったらやりますということで、それで行ったんですね。まあ当日はですね、もう絶対その会わないでほしいな、会わないでほしいな、ずっと思ったんですけど、なんと会ってしまうんですね。通路で会ってしまったみたいです。で、高橋選手は前田さんの目の前にですね、こう立ってですね、で、多分記者もいたと思いますね、その写真が残ってますので、まあそれでずっとその睨んでたと。で、前田さんで、高橋選手には、恨みも何もないんで、いや、やる、その必要はないと。まあ、悪口を言った鈴木みのるには文句がある。だけど、高橋選手には全くその恨みないし、むしろ UFC でですね、その日本人初勝利を得たということで、すごく、いい選手だと思ってるということで、まあ、
真矢さんもやろうとは思ってなかったって後から分かったんですけども、その瞬間はですね、やっぱりそのお互いやっぱりその会ってしまって、まあそういうことを紙面で言った、でリング上で言ったっていうのも全部周りに、周りがその知ってますので、周りが多分すごくびっくりしたと思うんですね。その二人が目の前でそのこう睨み合いしてるわけですから。でその時はですね、まあ数秒なのか睨み合いを続けた、後にですね、山本前田さんの付き人であった山本義久選手が間に入って、今日はお引き取りくださいということですね。まあ、それで高橋選手も引いて、で喧嘩にはならなかったらしいんですけども、とにかくそのまあそういうですね、まあ自分が前田をやると言ったその相手がですね、目の前にいたのにやれなかったという悔しさがですね、ものすごくあったみたいで、次の日からですね、もう練習中もずっと前田をやる、前田をやると、そんな感じでやってましたね。なんですけども、そのあまりにもその怒りがこう、収まらなくてですね、夜が眠れない、本当夜寝れなくて、昨日も寝れませんでした。今日も寝れませんでした。それを繰り返して、どんどん高橋選手がですね、体調を崩してしまってですね、練習でも全然、その力の下の選手にこう やられそうになってる感じになってしまいましたので、どうしようかなと。ちょうど自分はその時ですね、二度目のキングオブパンクラスの、チャンピオンにそのなる年ですね。まあ、仮にその、まあ、高橋選手がその時に前田さんと、まあ、全日本キックのリングをですね、用意して、一騎打ちするんであればということで用意されたんですけども、そこで高橋選手が負けてしまった場合、鈴木選手は怪我で出れませんので、成り行きとして結局自分がですね、行くことになるんじゃないかなと。ものすごい面倒だなと思いましたね。自分は本当にパンクラスの大会に集中していたいというのが本音でした。まあ、この因縁がですね、後にですね、1999年、11月の14日 NK ホール UFC ジャパン大会のですね、前田さん、安城さん、前田さん襲撃事件の場にこうなってしまって、まあ、そういうことがありましたので、高橋選手はやっぱりその安城さんは別でその前田さんとこういざこざがありましたので、まあその前田さんに対してそのあるということで、安城さんとですね、高橋が一緒にいた。その時もですね、絶対に高橋自分から手出さないでよ。わかりました。だけど、前田さんとそうなった場合には、自分はやりますか。ということでですね、安城さんは今日やると言っていましたので、2対1になったら本当に最悪だなっていうふうにですね、思ってしまいました。まあ、それが、この日のですね、安城さんが前さん、を、襲撃してですね、前さんが、失神してしまったという、その事件につながってしまいましたね。ただ、高橋選手は、別で、いましたね。一緒にどうのこうのということではありません。そんなこともありましたね。その少し前ですね、1998年の秋ぐらいから、そろそろですけども、UFC がその中心になってきましたので、世界の格闘技の UFC に出てる選手の中で、外国人選手、招聘のために、その何でもありのですね、そのルールを設定しようと。やっぱりパンクラスはそれまで、小手ですね、小打ち、手を広げてのその、顔面攻撃は OK していましたけども、その握り拳、もしくはそのグローブをつけてっていうのはやっていませんでした。ので、その、小手があると出れないと、出たくないっていう選手が結構多かったので、やっぱりグローブつけた方がいいなっていうのがありましたね。あとはもう極力そのノールールで試合をすれば、おそらく出てくれるだろうということで、
まあ、そんな外国人選手招聘のためにその何でもありのルールを設定、それがパンクラチオマッチというそのルールになりました。噛みつき目つぶし、近敵攻撃以外は全て OK ということで。で、まあ、自分もですね、ちょうど1998年10月26日の、国岡キューマ戦を最後にパンクラスルールを卒業してグローブ着用の試合へと移動しました。翌年からですね、パンクラスもですね、グローブ着用の新ルールに変更します。まあ、このパンクラチオマッチをですね、まあ、いわゆるその UFC で活躍した、高橋選手を中心にチームを組んで、ヒロト総一さんをコンディショニングトレーナーにしてですね、毎試合チームで合宿を組んで、いくと。名前はですね、チーム T です。T っていうのは、まあ、高橋の T でもあるんですけども、虎ですね。高橋選手、タイガースファンで虎が好きなので、チーム T ということで。で、高橋選手に自分に、そして、高橋選手が連れてきた健吾選手、で、渋谷選手と山道選手。その辺がですね、そのチームを作って、毎試合パンクラチオマッチをですね、をするということになりました。自分はパンクラチオマッチをですね、3試合しました。ジョン・レンケン選手、エベンゼル・ブラガ選手、そしてトニー・ペテーラ選手ですね。まあ、その 3人と試合して、ヒクソン戦に備えたということですね。ちょうどそのペテーラ戦の後ですね、99年の10月頃に正式にヒクソン戦が内定しました。ので、そのままですね、高橋選手が自分のコーチということで。まあ、何も考えずにですね、高橋選手に言われるがままに、まあ、今までとは全く違うですね、その、試合に対する準備ということで。ボクシングも取り入れて、ボクシングは高橋選手のボクシングコーチ、田代勝久、トレーナーに頼みました。最後は15ラウンドぐらいやったんですかね、ミット打ち。やっぱりその1時間は動けなければいけないということで、相当打ち込みました。1月2月は東京ですね。そして3月は丸々高知で合宿、高橋選手の故郷ですね。ここで藤田和幸選手が合流してくれたりとか、あとはその、高橋選手の、同級生、ですね。小玉さんですか、先生、小玉先生が相手してくれて、まあ、レスリングに力を入れましたね。4月、富士山で合宿、そして5月東京で調整ということで、で、5月の26日本番へという流れで進みました。最後の半年間はですね、ヒクソン戦決まってから会社の心配もせず、まあ、練習に打ち込んでですね、パンクラス時代、最も充実した時を過ごしました。まあ、結果はですね、残念ながら、勝つことはできなかったんですけども、まあ、高橋選手もですね、まあ、自分がコーチをしていた選手が負けて、まあ、勝負が勝負、まあ、ヒクソン・グレイシーという大きな勝負だったので、まあ、人一倍がっかりして、しまったように感じましたね。なんか、まあ、そこからちょっとこう、あんまりいいですね、距離が空いてきたように感じました。ただ、まあ、バリトゥードですね、その自分は4戦目で、まあ、世界チャンピオンに挑戦という、まあ、今思えば無謀だなと思うんですけども、それでもですね、当時は興行としてですね、成り立ったのが、まあ、高田さん、そして自分、ぐらいしかいなかったということも事実です。まあ、そんな時代ですね。2000年5月25日、ヒクソン・グレイシーに敗れて自分は引退ですね。まあ、高橋選手ともお別れすることになりました。22歳から31歳まで、まあ、同じ誕生日、同じ血液型ですね。まあ、9年間、一緒に戦ってきましたね。20代の一番大変な時代でした。いろんなことありましたね。まあ、今みんなバラバラで、パンクラスの選手もですね、みんなバラバラで、まあ、自分が大阪に来てからは、福家選手、大阪にいますので、1年に数回ですね、同じ大会で一緒になることはありますけども、他の選手は、伊藤選手も大阪出身なので、まあ、よく同じ大会で一緒になります。
近藤選手、山口選手は、そう自分のですね、何周年の記念大会、その試合の相手で、久々に会うと。なんかそのきっかけを作らなければ会うこともですね、できなくなってしまいました。まあ20代ですね、もう本当にほとんど毎日と言っていいほど、朝から晩までですね、同じ場所で練習していた。同じ空間にいたんですけども、まあみんな今バラバラですね。まあ人生ですね。まあ時は進んでいますので。自分がパンクラスからいなくなった後のですね、高橋選手はというと、2001年12月1日、パンクラス初代ヘビー級チャンピオンになりました。そしてプライド戦国ですね、メジャー格闘技の大舞台でも活躍しています。よく大舞台にですね、出たがっていましたので、すごく嬉しかったんじゃないかなと思いますね。最後は、2013年9月の29日、河村亮選手との試合ですね、引退しています。総合格闘技の成績61戦30勝27敗3引き分け1無効試合勝ち越してますね。1991年からにデビューして2013年までですね、22年間の現役生活でした。高橋選手はですね、よくこう言ってました。自分と船木さんって同じ誕生日で同じ血液型なのに全然性格も違うし全然違う人生歩んでますよね。そうだねって言うと、占いって当たりませんねっていうふうにですね、よく笑っていましたね。高橋芳樹選手、元気にしていますでしょうか。以上です。今回は高橋芳樹選手についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。